久保さん。ものは言いようですけどね。バズれ、バズらせないマーケティングみたいな。バズらせないマーケティングって。まあ、ほとんどの人がバズらせたいと思ってるだろうし、もっとアクセス欲しいとかね。あの、まあ僕もね、アクセス欲しいので、ちょっと最近少なくな、さすがにちょっと少ないので、何すか。あの、ショート動画も始めまして。 まあショート動画バズってほしいなっていうのはあったりするんですよね。久保さんも一回、70、100万回1ぐらいまでね、お金持ちのなんちゃらみたいなね、なんバズりましたけど、なんかちょっとあのリーチ増えねえかなみたいなね、ちょっとやってるんですけど、まあその反面、バズらせないっていうね、そう。なんかね、これ行ったり来たりなんですよね。要は、いや、仮にバズってね、いっぱいアクセスが来て、まあその、そのアクセスから商品が売れるかどうかは別としてですよ。 別としてもしそのお客さんが増えた場合自分のじ自由な時間もなくなってくるわけですよでもちろんそのサポートスタッフだったりとか他のスタッフが対応するとかそういう組織構造があればまた別の話かもしれないですけど自分一人で対応できる数って久保さんも限度があると思うんですよ、うん、じゃあ1000人ね G メールを公開してますじゃあ、久保さんの動画がバズりました。で、バズって久保さん宛に、あの、Gmail 宛にね、あのー、1000人ぐらいのメール来たら、1000通対応みたいなね。1000 <laughs> 通の対応してたら多分1日終わっちゃいますよね。まあ、テンプレ、テンプレで返すのは別かもわかんないですけどね。まあ、今みたいに濃く一人一人、その動画を撮ったりとか、そういうのは1000人とか無理だと思うんですよ。だから、 その自分で一人で許容できる数っていうのはやっぱ限界はあるわけですよねだからあんまりにバズってもその後大変になったりとかするのであのまあそのさじ加減は必要かなっていうところですねうん、まあ、あえてそのバ,ズらなくバズらない方が良かったりする部分もあるわけですよ うん、ただ、あのまあ、まだ僕、ショート動画始めたばっかりなんで、あれなんですけど、多分ショート動画でどれだけバズったとしても、まあ、そのショート動画の内容にもよると思いますけど、多分そのメインのコンテンツに来て、メインのコンテンツを見て、えっ、ー、と、なんですか、えー、メルマガ登録するとかは、まあ、確率的には少ないと思うんですよ。 うん超多いかっていうと、まあ確率的には少ないかなと。でも、リーチを増やせば増やすほど確率は上がるし、なおかつ、その、自分が売りたい商品と、まあ前もショート動画の話しましたけど、自分が売りたい商品と同等のショートコンテンツですよね。バカッター、スシローのバカッターみたいな動画をアップしてバズったとしても、自分がそのお金を稼ぐ系の、 えー、例えば速果塾を売るっていうのはそのスシッターのバカッターショートで上がったセブンイレブンのバカッターのショートで上がったとしてもうーん速果塾を売るのは非常に難しいと思うんですよだから自分のコンテンツとリンクしているショート動画が、まあ、ショート動画でも教育みたいなコンテンツだから最近アップしてるのが、まあ、行動できない理由とか行動できる人とか成功する秘訣とかそういうのをショート動画でちょいちょいアップしてプラス他のやつもアップしてテストしてるんですけど で、まあ、いろいろやってます。だから、まあ、両方ですね。まあ、アクセスもある一定は必要なんで、確保しつつも、うん、あえてバズらせないっていうところも大事だったりとか、一人でやっていくんだったらですよ。なぜならば、あ,あ限界値がありますから、一人で対応できるね。うん。だから、久保さんとこのやりとりできるのも、まあ、時間的にゆとりがあるからですよね。ゆとりなかったら、だから前の会社で僕が働いてたとき、久保さんとこんなやりとりできないですよ。絶対できないですね。 うん、そう時間にゆとりがないとできないことがたくさんありますんで、うんだまあ、どういう戦略、どういう考え方、どういうふうなアプローチ、まあ、ここは試行錯誤してやっていかないといけないですね。うん、いってらっしゃい。